あじさい祭りと和の内町岐阜清流国体100日前イベントの報道開会式を始めます。はじめにあじさい祭り実行委員会の委員長よりご挨拶を申し上げます。大会を目指します。6月30日、7月1日と開催されるリハーサル大会に向け、役員全員が心を一つにし力を合わせて取り組むことをここに宣言します。平成24年6月17日、競技施設専門委員長浅野新吉。